市場ってんだ。まあ適当にやるわ。諦めろ。この私に凶族と戯れている暇があると思うか。そんなにな。貴様ら芝一族の戦王もここまでだ。戦王、なるほど。貴様らにはそう移りもしよう。だが私はそれでも進むのだ。権威を問う道をな。はっ。よし、みんな入ったな。けどなんだよ、乱が鎮圧したってのに。乱は戦ではない。おきびが残っていればすぐにまた燃え上がる。師匠殿、考えたくはないけれど。兄上。芝生殿。文王か。お前が先にここに入っててくれて助かったよ。あの兵が父の手の者です。ああそうなのか。無理を承知でお願いします。私を父の元へ向かわせてください。真偽を問いたいのです。そして父に師としての誇りがあるのか。俺とゲ電気は城内で兄上を探す。火獣と諸葛丹は敵の攻勢を退けろ。兄上、独自でいてくださいよ。師匠殿、もっと大きく構えて。今はあなたがこの軍を率いているのだから。我が意志の発言を自覚せず再び乱を分岐軍だけを混乱させるだけの愚物よ。しばし殿は石頭の私を救ってくださった。今度は私があの方をお助けする番だ。次第まで敵だし。一族の王
くれ。策の一つや二つ造作もないわ。閉じるな。私は敵の思うつもだ。第二の攻勢はこちらからも来るはずです。各輩殿、ここをお願いできますか。承知した。各伯生、命を懸けて果たしてみる。志半ばにして
我が天命ここで尽きるか。一族を支えて行こう。奇襲部隊が全て破られるとは。役立たずどもめ、俺が出てやる。兄上、やっとなんとか無事みたいだな。急いで助けるぞ。私はまだ生きているな。お前たちには感謝するぞ。本体のお出ましか。ウンキングを倒し、この戦を終わらせるぞ。カカカイ、頑張ってくれるのはいいんだが、お前、大丈夫か。心配には。お呼びませ。わし殿の世を見るまで生き延びましょう。散々引っかき回してくれたな。そろそろおとなしくしてくれないか。欲しいままにし、帝を脅かす逆賊め、ここに消えない。助かったよ、加藤藩。お前が抑えててくれなかったら危なかったぜ。いやいやいや、大したことじゃないぜ。父さんたちが作った国を守るのは当然だ。師匠だ。本気だぜ。兄上、父はどうなるかと思いましたよ。お前一つ手見だ。おわしとも、ご無事ですか。本当によかった。終わらん、まだ終わらん。俺はこの手で。もうおやめください。父上は道を外されたのです。おのれ、この親をいさめるか。この分際で親を離せ。そう、俺は離せ。お別れです、父上。文王、おかげで救われたぞ。皆にも感謝する。我が天命、お前たちがあって保たれたのだな。兄上、お怪我は？大事ない。未だ道半ば、我らの手で必ずや天下を正すのだ。